素焼きの植木鉢素焼きあるいは素焼きとは元の焼き物という意味の用語である。素焼きはまず粘土を成形し乾燥させ釉薬をかけないまま焼き固めることでありそうしてできた焼き物のことである。日本語の素焼きと欧米のテラコッタはほとんどの場合全く同種のものを指している。焼く間に粘土に含まれる鉄分が酸素と反応するので 赤みがかった色になることが一般的であるが、黄色、オレンジ色、赤っぽい色、テラコッタ色、茶色、やや灰色がかった色など、様々な色があり得る。素焼きのものは、高温で焼かれた焼き物に比べると、外して軟質であり壊れやすい。古代から世界各地で素焼きのものが作られてきた。メソポタミア、古代ギリシア、エトルリアにおいても焼かれた。 古代ギリシアの棚倉人形、中国のよう、日本の土偶や埴輪は、素焼きの例である。日本の古代の縄文土器や弥生土器もまた、素焼きの一種である。15世紀に復興し、現在も、盛んに作られている。歴史的なもの、考古学的なものの素焼きでは、摂氏600度という低温で焼かれていたものもある。典型的な温度は1、摂氏000度前後である。 なお、本焼きの前に行う、素焼きの温度は、現代では、地域や国ごとに、違いがある。日本では、素焼きが摂氏800度前後で行われることがある。それに対して、例えばベルギーの美術学校の陶芸コースでは、もっと高い温度に設定しており、摂取950度で行われていることが、多く、さらに理想的には、摂氏1060度が良いと考えられているという。 どうやら土地ごとの粘土の性質の違いが原因であり、ベルギーで使っている粘土内部に含む何らかの成分をガスとしてしっかり出しておくためには摂取950度にする必要があり、そうでないと失敗の原因となるといい、摂取900度以下は考えられないと現地の専門家は言ったという。素焼きは古くから様々な用途に用いられてきた。植木鉢として 世界各地で使用されている。素焼きの多くは多項質であり、保水性や透過性などに富むので向いているのである。また、穴によって表面積が広く染み込んだものがよく蒸発するので、アロマテラピーの精油を含ませる円盤としても使われている。水を含ませた素焼きの小片を密閉容器内に置くことで一種の保湿剤のようにも使われる。 また素焼きの乾いた小片は、適度に湿度の吸収と放出を行うので、湿度調整具としても用いられる。他にも、日本ではかつて、瓦家などとも呼ばれ、かつては酒を飲む皿として用いて、儀式などで用いられたり、また宴会では、使い捨ての器として、気軽に用いられた。現代でも、瓦家投げといって、投げるためにも使われている。 h t t p s e n o x f o r d d i c t i o n a r i e s c o m スラッシュティピニションスラッシュテラコッタ日本人か素焼きのものを差し出せば、欧米人はそれをテラコッタだ。テラコッタ以外の何者でもないと判断する。欧米人がテラコッタと言って差し出すものは、ほぼ全部、日本人が見れば、素焼き以外の何者でもない。 テラコッタは日本人が言う素焼きした後に塗料などで軽く彩色を加えたものや焼く前に絵などを描いて焼いたものも含めて指している場合が稀にある。テラコッタという語が指している範囲の中心部分および大部分は同じであり、両者は基本的に同義語である。そのような理由で素焼きの記事でもしばしば縄文土器や平和用が具体例として挙げられ、 テラコッタの記事でも縄文土器や平和用が具体例として挙げられる。日本の園芸店ではイタリアから輸入した素焼きのおしゃれなデザインの植木鉢を日本風に素焼きと表示せず、あえてテラコッタと表記にすることで購入意欲を高めようとすることもある。だがそれは素焼きとテラコッタが意味の上で異なるからではない。日本の素焼きの植木鉢とイタリアの素焼きの植木鉢は 若干質感が異なることもあるが、それは、粘土の質や、焼成温度が違う傾向があるからである。作られている工房や温度設定次第では、イタリア製でも日本製でも、ほぼほぼ同じものもある。ABC グローブアートオンライン、テラコッタ、ブリタニカ国際大百科事典証項目、鎌倉時代以降のかつて男たちが頻繁に集って酒を飲んでいたで、あろう場所などを発掘すると、 使用済みの河原家が大量に発見されることがある。ありがとうございます。